やっぱり画面暗いんだけどというお声もいただいております。で、これちょっと理由をいろいろさらに探っております。次どうぞ。で、これはね、ちょっとちゃんと説明しないと難しいなと思って、ちゃんと説明を持ってきました。で、今回まずファイナルファンタジー16って HDR モニターっていうのに最適化をいろいろライティングだったりとかっていうのをしているせいなのかなっていうところが結構強くて、でどうぞ。今現在流通している皆さんがね使用しているテレビとか PC モニターっていうのは HDR っていうのと SDR っていう2つが結構混在しています。でなんだよ、分かったよ、混在ってなんだよ。でまあその前にじゃあ HDR って何かっていうのをちょっと簡単に説明します。どうぞ。ハイダイナミックレンジっていう略で、明るさの最大値と最小値の幅が広くて、まあまるで肉眼で見えているようなリアルな映像を提供します。多分ね、家電量販店に行くとこういう説明されるはずですこれはですね、明るさの最大値と最小値の幅が広くてですね、まるで肉眼で景色を見ているかのようなリアルな映像を表現しますで、プレイステーション5っていうのは、この HDR の出力に対応したゲームマシンなので、ファイナルファンタジー16も主に HDR に合わせてライティングなどを調整してます。なぜならね、やっぱりこれからどんどん HDR 対応のテレビっていうのも普及、さらに普及していくし、まあ、これから何年にもわたってね、ファイナルファンタジー16いろんな人に楽しんでいただきたいので、まあ、メインは HDR の出力に対応して調整してます。じゃあ続いて SDR ってなんだっていうところですSDR っていうのは何かというと、こちら、スタンダードダイナミックレンジの略で、まあ、さっきの HDR に比べると明るさの最大値と最小値の幅っていうのが、まあ、HDR よりは狭いですと。で、まあ、従来これが普通でしたということになってます。どうぞ。で、ただ HDR しか見てないかというとそんなことはなくて、アートディレクターの皆川さんは暗室と呼ばれる部屋に2年ぐらいでね、多分まあトータルだと2年ぐらいこもって、 SDR でも黒が潰れないようにギリギリの調整っていうのはやってます。ただご説明した通り HD モニターより SDR HDR モニターより SDR のモニターの方がより暗くやっぱり映りがちなので、ぜひ SDR のモニターでテレビでプレイされてるっていう方はゲーム内のコンフィグの明るさを普通に HDR で遊んでる方は 5でもいいやなんですけど、ちょっと10とかまで引き上げていただいた方がよりちょっとストレスなく遊んでいただけるかなと思ってます。でちょっとさらに進んで、いや分かった分かったと、2つの違いは分かったと。これでただ自分が使ってるやつどっちなのっていう、これをチェックする方法をちょっとお伝えしようと思います。はい、どうぞ。こちらはですね、一番早いのがテレビモニターの裏とか、PC モニターの裏に型番が書いてございます。ですので、こちらでですね、型番を見てその型番をですね、ググって検索するとですね、メーカーさんで出てきます。こういう機能を搭載したモニターです、テレビですみたいな。で、大体おおむねここ3、4年で購入したテレビっていうのは HDR 搭載のものが大変多いです。で、まあ、ちょっとそれより古いなっていう方、当落線上だなっていう方はちょっと一旦検索していただけるとありがたいです。で、続いて、で、PC モニターでプレイしたり、あと配信されている方にもちょっとぜひお願いがありまして、可能であればやっぱ HDR の状態でプレイとか配信をしていただけると、まあ、その分ね美しくなるので大変ありがたいです。で、なんでこれをわざわざ言ってるかというと、もうどこまで説明すんねんお前って感じですけど、どうぞどうぞどうぞ次行ってください。PC モニターの場合 HDR で普段から作業してると、その輝度が高すぎて
めっちゃ目が疲れるんですよ。白が眩しくなる。そう、白が輝度が高いんで目がってなるんで長時間やってると。なので、僕らも実は会社結構ね HDR モニターいただいて仕事してるんですけど、もう目が疲れてしょうがないので、あえて SDR モードで使用されてるっていうことが結構あると思うので、あのそのまま PS5 つないで遊んだ場合 SDR で出力されてしまうので、 HDR に設定して配信したりプレイしたりしていただけると大変、あの PS5 がそもそも綺麗なんで、ぜひ HDR 環境がある方は HDR で遊んでいただけるといい。あ、ちなみに16明るい部分目がってならない調整を HQ がすごいやってますので、ね、明るいところは飛びすぎないように、はい、そうですね、まあ、さっきも言ったら渋い絵が好きなのでこう、あ、ただであの今回召喚獣パレット、あ、召喚獣バトルの体験版、うん、トライアルがあるんですけれども、うん、あそこのノルバーントリデというのが、まあ、ゲーム中でも屈指の暗いステージなんですね。で、ただ前編を確かにあの意図的に相当暗く絞っているところはあるんですけれども、うん、スパチラ戦のある場所であったり、うん、最後のボス戦のところはやっぱりバトルがシビアなので、そこはあのステージ全体の中でもかなり夜の中でも明るいチューニングをしていて、うん、バトルのないちょっとした通路、この先何があるのかなみたいなところはもう本当にこんなところでバトルがあったら見てらんないなってぐらい暗く絞っているっていうふうに、うんうん、場所場所で結構明るさのコントロールをしているので、はい、ちょっと配信とかで見ると、え、こんなに暗いところでバトル起こったらやりづらいんじゃないこのゲームっていうふうに感じられることもあるかと思うんですけども、うん、バトルのある場所はかなり明るめに調整をしていたりします。はい、はい、あとはですね、最後どうぞ、SDR モニターでもテレビ側の今度はもう最後の手段、テレビ側の明るさをこう上げていただけると、ただやっぱり10年10何年の液晶モニターはちょっと液晶自体がだいぶあのしんどくなってるあのテレビとかもあるとは思うので、ちょっとテレビ側の明るさ調整っていうのもご検討していただけると大変助かります。まあ、あの体験版の方でねテストにも使っていただけると思いますのでよろしくお願いします。で、あと最後ゲームモード、最近テレビは搭載されているものが大変多いですが、自動的に判別してゲームモードにしてくれるテレビもあれば自分で設定しなきゃいけないものもあるので、ゲームをやるときはもはや16だけじゃなくてゲームをやるときはぜひゲームモードにしてください。その方が断然美しく、しかも快適に。そうですね、あのバーストショットとかがどうにも俺出ねえなみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、はい、ここを疑あのこのゲームモードのオン・オフを疑ってもらった方がちょっといいかもしれない時がありますんで、はい、7フルとか遅延全然遅延しますので、ゲームモードじゃないと。なのでゲームモードの方が明らかにいいので、ぜひこちらもお忘れなくよろしくお願いします。